皆さんこんにちは。私が今来ているのはバンコクでございます。タイの首都ですね。今バンコクの高架鉄道 BTS に乗ってきました。標準機第3基準の鉄道、なんか地下鉄みたいですけど高架鉄道なんですよね。で今日はですね、このクルントアンブリ駅っていうところに来てます。この駅にですね、実はバンコク版ゆりかもめっていうですね路線が伸びてるんですね。まあゆりかもめって名前ではないんですが、 BTS ゴールドラインっていう路線です。今日はそれに乗りたいと思います。早速ですね、バンコク版ゆりかもめ BTS ゴールドラインの駅舎の方にやってきました。さっき乗ってきた標準機第3基準鉄道、こちらですねライトグリーンラインっていう BTS の路線なんですが、こちらに関してはね同じ会社が運行しています。だけどね、駅の改札とかね運賃っていうのは全く別なんですよね。なかなか面白い。こっちの方がねちょっと高額なんですよね。じゃあ早速ね、 BTS ゴールドラインバンコク版ゆりかもめのチケット購入しましょう。こちらがね BTS ゴールドラインの券売機になります。路線なんですけどね結構短いですね。ちょっと英語に切り替えてと、はい、1、2、3駅しかありません。めっちゃ短い路線なんだよね。まあ、せっかくなので終点まで乗ります。運賃はたったの16バーツということで、まあ、日本円に合わせると大体70円ぐらいですかね。割と安いです。はい、というわけでね切符購入してきました。こういう感じのカードタイプの切符なんですよね。紙ではありません。使い回ししてますね。まあ、なので日本のあの切符と比べると汚いですね。日本は使い捨てなんでね。はい、ということでね改札機にかざし中に入ります。この BTS ゴールドラインっていうのはですね、この先にあるアイコンサムとかね若干観光地とかあるんですが、利用者っていうのはねそんなに多くはありません。盲腸線ですからね今現在は。まあ、なので昼間とかこんな感じです。まあ、列車がね来た瞬間とかは若干混みますけどね。ということでねホームの方に上がっていきましょう。今日ね乗りますバンコク版ゆりかもめ BTS ゴールドラインなんですけども、使用車両はですね南京ホチン車両製ですね。中国製の電車が使われています。まあ、設計はボンバルディアということで、まあ、ヨーロッパなんですけどね。ってことでねホームの上に上がってきました。バンコク版ゆりかもめということでご覧ください。鉄のレールはありません。ゴムタイヤ式で走るということで、こんな感じでコンクリートの軌道が引かれています。本当ゆりかもめみたいですよね。なかなか面白いです。今日はこの BTS ゴールドラインに乗ります。いやーにしてもバンコクは大都会ですね。沿線にはね高い建物がたくさんあります。お、隣に BTS さっき乗ってきたやつが見えますね。あちらはねすごい本数運転されているんですけども、このゴールドラインはそこまで需要が大きくないということで本数は少なめです。もう行ったり来たりすごいですね列車が。と言っていったらね、今日乗ります BTS ゴールドラインバンコク版ゆりかもめの列車やってきました。車両の見た目なんですけどね、あんまりゆりかもめっぽくはないですよね。いやなんかネズミみたいな色してますよねゴールドライン。でこの路線ゴールドラインって名前なんでね、車両の一部には金色の塗装が施されています。まあだけど大部分は灰色だけどね。でこれ見てわかると思うんですが、運転手さんとか車掌さんってのは乗っていません。無人運転の路線となっています。これもですね日本のゆりかもめと全く同じですよね。ゆっくりゆっくり入線です。無人運転だからね一番前のところ窓すごい大きいですね。お、ゴムタイヤ見えますね。手すりではなくゴムタイヤで走ってるっていうのがねこの辺りからもよくわかると思います。でこの BTS ゴールドラインなんですけども、2020年に開業した結構新しい路線になっていまして、ホームドアも完備です。扉がですね開きましたので、早速乗ることにします。あんまりですね現地っぽい人はいなくて大体が外国人ですね。みんな観光客、まあ、おそらく途中にあるアイコンサムっていうね商業施設があるんですけども、まあ、そこに行く人が多いんでしょう。はい、というわけで乗りました。せっかくなんで一番前のところ行きましょうか。はい、ということでね一番前のところにやってきました。運転手さんいない無人運転だからねここまで行くことができるんですよ。いやなかなか景色良さそうですね。でさ奥に保線用車両みたいなのあるんですけど、なんかめっちゃごついねタイヤが。なんか工事用車両みたいな感じがめっちゃする。しばらくね待っていた列車ね始発駅を出発です。あ、一応信号みたいなのあるんですね。さっき赤だったのが青くなりました。
ゴムタイヤ式のね路線ということで加速がすごくてちょっと立ってるのが危なかったですね。こけそうになりました。まあ、だけど一瞬だけでスピードはそんなに出てないですね。さすがゴムタイヤって感じです。ゴムタイヤで走るんですが真ん中に案内機場みたいなのがあってこれで行き先とかを行き先ってか行く方向とかを決めてるみたいですね。なんかポイントがメカメカしくてかっこいいです。一応ですね運行本数は少ないんですがこんな感じで伏線になってます。バンコクはね車社会で昔から深刻な渋滞が問題になっておりまして鉄道っていうのが、ね、最近どんどん普及はしているんですがそれでもまだねあんな感じで渋滞は止まりません。鉄道だったらねこんな感じで上を走るので渋滞知らずですからね。ゆっくりゆっくりバンコクの街中を走っていきます。奥に見えるねあの白い塊なんですけどもあれがですねアイコンサムという商業施設ですね。いろんなショッピングモールだったりお店が入っています。あとね自分も行こうと思っているんですがあん中に、ね、ある、ね、屋台街がねすごい好きなんですよね。安くてね冷房ガンガンに効いていて涼しいんですよ。で美味しいからね最高です。個人的にはあそこがバンコクの中で一番好きですね。今度ですね BTS ゴールドラインはねゴムタイヤで走る路線ということでさっきからですね結構急カーブが多いです。そこもぐねって90度曲がってるしね。通常の鉄輪式の鉄道だったらねここまでの急カーブはできないのでゴムタイヤ式ならではですね。周りには高い建物が多いです。さすがバンコクの中心部すごいね。ほんと大都会。建設中のビルもすごい多いからねこれからの街なんだなってのを実感することができます。お、すごい。この自動運転なんですけどねちゃんとカーブの手前で減速しカーブを曲がっていきます。乗り心地なんですけどねあんまり良くないですね。やっぱり高加減速が多いので前後に引っ張られる感じがしてちょっと何かに捕まってないと危ない感じがします。今ねあの撮影の関係上どこにも捕まっていないんでちょっとこけそうになりましたね。うん、危ないちょっと。でそこのねアイコンサム話戻るんですがあそこを見てください。高島屋入ってるんですよね。うん、意外とね海外に高島屋って多いんですよ。タイとかねアジア圏いろいろ行きましたけどあとそごうとかね伊勢丹もあるわ。ここには確かなかったと思うけど。お、反対側から列車やってきました。こう見るとすごい可愛らしいですよね2両編成ということでと言っていたらねまもなく最初の途中停車駅着きます。アイコンサムの最寄り駅ですね。あ、結構スピード出すな。揺れる揺れる。おーおーおお。あー全然日本のゆりかむよりも揺れる感じしますね。うん、おおめっちゃ減速する。多分ねこの駅でほとんどの人が降りると思います。ちなみに運賃ね一律16バーツなんでここで降りても終点前に乗っても値段は変わりません。案の定ねこの駅でほとんどのお客さんが降りていきました。まあ、この先観光名所ってないですからねほとんど。うん、多分この BTS ゴールドラインに乗る人はねほとんど右にありますアイコンサムっていうね商業施設に行く人だと思うんでねもうここから先は空気輸送ですよ。ガラガラです。もう本当にガラガラ全然乗ってない。1両に10人乗ってればいい方じゃないですかね。ああそんな感じです。お、信号赤色ですね。で出発よしってなると青色になります。でもここの信号機いらないと思うんだけどね。だって自動運転だから誰も乗ってないし、うん、なんならね運転台とかも隠されてないっぽいんだよねパッと見た感じ。日本のゆりかめとか一応ですね運転台がしまわれていて有事の時はね運転手さんが運転できるようになっているんですがこの BTS ゴールドラインに関してはそういうのは全くないみたいです。と言っていたらね扉が閉まり青信号になりました。おお、めっちゃ加速する。めっちゃねこれ後ろに引っ張られるんだよねゴムタイヤだから。普通の鉄輪式じゃここまでの加速は無理です。でもうね終点の駅見えてるんですよね。全長確か2キロぐらいしかこの BTS ゴールドラインってないんですよね。すごい短い路線です。まあ、現在はねそこの駅で、終点となっているんですが、今後ですね延伸の、計画がありまして
現在は盲腸線になっている BTS ゴールドラインですが、将来的にねダークレッドラインという国鉄線があるんですけど、それと合流する予定となっています。まあでもまだまだ先の話ですけどね。はい、ってな感じでね、あっという間に終着駅に到着です。最後のポイントをまたぐ前は急減速しましたね。速度制限があるんでしょうか。この駅からね折り返し列車に乗る人ってのはねパッと見た感じほぼいませんね。ホーム上5人ぐらいしかいません。この BTS ゴールドラインはね今現在アイコン様ねさっきご紹介したあの商業施設に、ね、行く人がもう大半の利用客っていう感じですね。ほとんどが地元の人ではなく観光客です。というわけで着きましたので下車します。現在はねこの駅が、終着駅となっていますが、今現在ね1キロほど延伸計画っていうのが進んでいまして、本来だったらね2023年度にね、開通する予定でした、しかしご覧ください。何これ、軌道がここで終わってるんですよね。ここから先まだ全然建設工事っていうのが進んでいません。本来だったら去年開業するはずだったんですが、未だにね工事すらまともに行われていないということで、グダグダな様子が、これで分かったと思います。やばいよね、全然延伸する気配がないっていう。ということで今回はねそんなに長くない動画だったと思うんですが、バンコクの中を走るバンコク版ゆりかもめ BTS ゴールドラインに乗ってきたという動画でした。中国製のね車両ですけども結構綺麗ですね。あんまりさっき側面見なかったけども上にはゴールドの帯が巻かれています。ちなみに2両編成なんですが、車両と車両の、ね、間は、ね、こんな感じで行き来することができないようになっています。まあそんなに長い路線じゃないですからね、行き来する必要もないのでしょう。いやにしてもガラガラだな。おそらく隣のアイコンサムの駅からお客さんはたくさん乗るでしょう。まあ、アイコンサム目の前に見えてるけどね。今から僕はそこの商業施設に行ってお昼ご飯食べようと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。いやでもちょっとね想像以上に揺れましたね。加減速が強いのとあれで